日本群馬県沼田市かの町かの町は、群馬県沼田市の地名。同市の独特な地形である貸し岩球の上の中心市街地に位置し、市役所も町内に所在する。郵便番号は378-0064。2015年現在の面積は0.0686平方キロメートル。2020年8月31日時点で60世帯152人が暮らす。 沼田駅側から貸し段級の上の下の町方面に上る滝坂の階段沼田の貸し段級上の市街地の生誕に位置する。東西に国道120号が通り、東側の中町、上野町と共に本町通りの商店街を形成する。本町通りに交差して南北に大間出し通りと金根間通りが並行する。大馬出し通りはかつての沼田城大手門前の通りで、 三勤交代の際に、馬揃えが行われたことにちなむ。キネマ通りは、明治中期に劇場が開場したことから、舞台通り、金森座に改められると、金森座通り、1930年には、映画館、沼田キネマとなったことから、キネマ通りと呼ばれるようになったが、この映画館は現存しない。町の西側は休憩者地で、上越線沼田駅のある麓とは、 路線バスの通る滝坂を呼び、その旧道の屋根付き階段が結んでいる。1983年には滝坂に市内発の小説パイプが付設された。1993年には再開発ビルグリーンベル21が竣工当初は沼田サティを各テナントとしていたが、2002年にサティが撤退。その後、A コープや長崎屋が入居したが、 いずれも撤退した。その後沼田市が建物を取得し、2019年に西倉内町から移転した市役所や沼田市歴史資料館、沼田 FM 放送などが入居するテラス沼田としてリニューアルオープンした。私立小中学校に通う場合、全域が沼田市立沼田小学校及び沼田市立沼田東中学校の学区となる。本町通りに、 テラス沼田、市役所前の停留所があり、関越交通により、JR 上越線沼田駅、上越新幹線高下高原駅方面、追上温泉、小瀬徳倉方面、下唱山方面などへの路線バス及び、関越自動車道を経由して、前橋市の県庁前、軍大病院方面とを結ぶ高速バス、アップル号が運行されている。北に隣接する西倉内町の、 沼田局前からも沼田駅や、猿ヶ京温泉方面への路線バスが利用できる。江戸時代に、東側に連なる中町、上野町と共に、沼田城南側の城下の本町として成立した。沼田町市によると、1560年にこの地の領主の沼田万期、再建体により、本町が割り当てられ、1612年に、真田信行が材木町、加治町ともに、 本町の町割りを行ったと記されている。この本町が下の町、中町、上野町に区分けされた時期は明らかではないが、1682年の矢島家文書の沼田町図では三賀町に区分けされた様子が記されている。1889年の町村政志向により、沼田町の1954年には、 沼田町が周辺町村と合併し姿勢を施行したことから沼田市の通称町名となる。現在の町域の北東部、大間田市通り沿いにある新明宮は、慶長年間に沼田城から潜宮した。常野党は、1852年12月に中町で旅館を営む国連や七左衛門の寄進により、滝坂の中原にあった、玄宝寺の別材村店に奉納された。 1907年に、ベザイソンテンは、新明宮に行使され、これに合わせ上野党も1909年に、新明宮に移設された。ありがとうございます。